はい、皆さんごきげんよう、トトです。大問題です。気づいたら6月ですよ。2020年が半分終わろうとしています。いやー、早くない？私まだ体感としてはね、3月とか4月の気分です。私だけかな。まあ毎年ね、6月が来るたびにもう1年半分終わっとうと思ってるんですけど、今年はですね、まだ1ヶ月ちょっとぐらいなんですけど、 YouTube 結構投稿してるからですね、何か改めて目標を持ってチャレンジしていけたらなと思って、1ヶ月肉体改造チャレンジをやってみたいと思います。ダイエットとかじゃなくて普通に筋トレをしたいと思います。まあ私もですね、一応理想の体重っていうのがあるので、それより増えたら減量して、それより減ったら増量してっていう生活をしてるんですけど、全部それをいっぱい食べるか全然食べないかで調整してるので、決して美しい痩せ方はしてないんですよ。ただ痩せてる人とちゃんと鍛えて痩せてる人って全然違うんですよ。太ももとかちょっと気になるところはたくさんあるので、1ヶ月で果たしてどんな結果が出るのか頑張っていきたいと思います。ちょうどね、筋トレのモチベーションを上げるためにいろいろね、ウェアとかも買ったんです。可愛くないプーマの靴、メタリック系結構好きなんですよ。まあ、これから夏にもなるし、ちょっと筋トレして鍛えた体であるよっていう自信を持って着れると、よりファッションも楽しめるかなと思ったので、1ヶ月トレーニングしてみてどんな感じになるかご期待ください。はい、では今日は2020年の半分が終わろうとしているご報告と、いい体を手に入れるチャレンジやっていくぞ動画でした。ここまで見てくれてありがとうございます。また7月蘇った私でお会いしましょう。またね。